引き続き作家の中澤圭さんにお願いいたします。中澤さんは作家であると同時に法政大学の教授でいらっしゃいます。ではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは、中澤圭です。こんな早く順番が回ってくると思ってなかったんでちょっと、うろたえておりますが、今日は私はですね、熊本で今ひどい災害が起きています、同時多発的な地震ということを気象庁の方が昨日おっしゃってて、今後どうなるかわからない、本震があって余震が続いているという状態というふうに考えていいかどうかもちょっとまだ保留の状態だということをニュースで伺っておりますが、そこでですね、ひどいヘイトを含んだ排外主義的なデマが出回っていることについてこの場をお借りして皆さんにお話ししたいと思います。この回答の趣旨とどう合ってるのかというのはだんだんに喋っていきますので、ちょっと我慢して聞いていただけるとありがたいですが、ヘイトスピーチは差別扇動、差別扇動、なんて言ったかな、差別を扇動する憎悪、差別憎悪扇動発言っていうふうなややこしい訳され方することがあるんですが、差別をその元にしてですね、社会に憎悪を扇動していくという行為で、排外主義者たちがこれを繰り返しているということが、あります。で、現在これをその何とかしようという理念法が国会で審議されている最中です。ところがですね、災害があるたびにこのひどいデマがですね流れ出すんですね。私の記憶ではかなり前からちょこちょこありました。3.11 の時もですね、実は、国の名前を出していいのかどうかちょっと躊躇するところなんですが、ちょっとお許しいただいて、いたしますが、中国人が窃盗を働いているとか、韓国人が強姦をしているとか、そういったデマが流れていました。で、これはまずいデマだぞということもあって、それを止めるような動きもありましたが、その後も大きな災害があるたびに同じようなことが起こってきます。で、いつだったかな、広島で大規模な土砂崩れがあった時は広島県警が協力してくださって、そうした被害届は出てないということを明瞭にツイッター等で流してくださいました。で、今回もですね、木曜日地震の直後からひどい電話が流れています。私はちょうど木曜日法政大学にいまして、大学院の諸君と授業をした後、帰りがけに携帯がメールが鳴ったんで、メールのお知らせが来たんで見たら、娘が、お母さん今熊本にいないよねって言うから、熊本じゃなくて飯田橋だよって家帰ってそしたら今度息子から、お母さん今どこにいるってから、いやだから飯田橋だって言ったんだけど、結局地震があったっていうのは直後にメール来たんです。つまり私時々家族に何も言わずにどっか行っちゃうことがあってお母さん今どこにいるって言ったら、北京飯店って言ったら、中華料理食ってんの、いや違う、北京の北京飯店だって言ったら、海外に出る時には家族に言っていくようにって怒られちゃったんですけどね。それがもう直後で、すぐ家帰ってツイッター開けてみましたら、朝鮮人が井戸に毒を投げ込んでる、それ何時代のデマだよと思いながら見てたんですけど、ヘイトスピーチに抗議をしてくださって、私たちことカウンターって呼んでますが、カウンターの皆さんがいち早く気づいてそういうデマを潰すように動いててくださったんですね。これ 3.11 の時と違うのはですね、面白半分でやってるなっていうアカウントかなり見つけるんです。つまりね、3.11 の時もステレスで面白半分でやってた人いるかもしれませんが、今回本当に面白半分でやってるって人かなり見つけます。で、その
井戸に毒を投げ込むというテーマは皆さん、ここにいらっしゃる皆さんからすぐピンとく、つまり、関東大震災の時にそうしたデマが流れて、朝鮮人の人たちが大虐殺されたという事件がありました。あの中には日本人の被害者もたくさんいました。1円50銭と言ってごらんと言ってドモルトを出身を疑われて殺されたなんていうケースがあったんですね。で、そういうヘイトクライムにつながりかねないというので今危機感を持ってそういうデマを抑えていこうという動きがあります。ただ関東大震災の時もですね、実は震災があっていきなりデマが立ち上がってきたわけではないんです。当時朝鮮半島は日本の植民地でしたから、その植民地である朝鮮半島出身の学生が、たくさん勉強に来てました。この早稲田大学にも大勢の朝鮮半島出身の学生がいたはずです。法政大学にもいました。それから明治学院大学にかなりそういう朝鮮半島出身の学生がいました。今私留学生って言葉を使ってないんですが、当時は日本の領土なので留学生ではないんですよ。九州出身の学生とか朝鮮半島出身の学生とかっていうことになるんですが、その朝鮮半島出身の学生を対象にした嫌がらせ、不当な差別というものがかなりあったということが記録上分かってます。どうしてそんな記録が残ってるのか。朝鮮半島にいた人々は当時独立を求めて独立運動をしてました。若い人はかなりその独立運動に加わってました。だから日本の公安警察がその日本に勉強しに来た、そういう東京に勉強しに来たそういう人たちにぴったりこの行動調査をする人をつけて国名に行動調査記録を残してるんですね。で今でも閲覧できるそうです。だから読むと日本のどこで何を食べて誰と会って何を喋ったってことがかなりわかるんだそうです。朝鮮で近代文学を切り開いたリー・ガンスという作家がおりますが、このリー・ガンスさんの日本での行動記録は公安の記録に完全に残ってるそうです。それ読むと本当に普段からそうしたひどいデマが広がってヘイトクライム、つまり虐殺につながっていくような下地がですねできていたんですよ。だから私たちヘイトスピーチには激しく抗議したいと思っておりますし、ヘイトスピーチの延長でヘイト含みのデマが災害のたびに広がるということに大変深い危険と危惧を覚えています。それでこの話がなんで利権主義の会や今日の会につながるかっていうと、どっちからいこうか。いや真面目に言った方がいいのかぶっちゃけて言った方がいいのか今ちょっと悩んでるんですけど、ぶっちゃけて言うとこのヘイトスピーチを繰り返す排外主義者はかなり安倍政権支持です。安倍ちゃんが味方してくれるから平気でヘイトスピーチ繰り返してるみたいなことをやってます。で、私も前から思ってるんだけど、自民党は立派なね街宣車持ってるんだから、ヘイトデモの時に街宣車出してきて、街宣車の上からマイク持って安倍首相がおやめなさいって言って帰ってくれればそれで済む話なのに、なんでこんなに手間かけさせるんだよって思ってるんですけど、実はその外敵を作ることが非常に独裁的な政治には有利なんです、ね、敵がいた方が一塊になるじゃないですかみんな、敵がいないとどこまでが自分の仲間でどこまでが人よその人なのか分かんないグラデーション領域ができちゃうみたいなことが起こるので、外敵を作っていくっていうやり方をするんですね。で私はそんなことするのは世界史の教科書とか日本史の教科書で昔の話として読んでたんだ、今目の前でやられるなんてびっくり仰天だと思ったんですね。でもここに一つこういうことが起こる大きな理由があると私は考えてます。実は
スピーチを繰り返す排外主義者の人たちはいくつかの政治団体に分かれて、政治団体を名乗って行動してますが、この人たちは全員原発推進賛成なんです。一番驚いたのは、2012年の6月、脱原発反原発の首相官邸前抗議が、これがですね、6月の半ばに1万人以上の人が集まるようになってきたんですね。その時に首相官邸前で15人ほどで原発再稼働賛成って言ってたのは在特会の皆さんだったんですね。ちょっと正直心配になりました。1万人に囲まれて15人で、まあ政治主張の内容は別にして多勢に無勢っていうことがあるので、この15人の人が押しつぶされたりしないかしらと思ってネット中継を見てたんですが、機動隊の皆さんが周りを囲んで、私たちそれ軍艦巻きって呼んでるんですけど、ちゃんと報告して帰らせてきましたから大丈夫だったんですが、でその後なんですよ、8月にイ・ミョンバク大統領が竹島に上陸したっていうことを口実に、激しいヘイトスピーチデモを、まあ、毎週毎週やりだしたというのを2012年の8月で、2013年の2月に、まあ、その路上でそういう人たちを、に抗議しようという立ち上がってくださった市民の皆さんがいたんですね。正直言って私もうちょっとで40年の原稿を書いてますけど、2012年の8月にイ・ミョンバク大統領の竹島上陸の背景には、その日本で無視されがちな従軍慰安婦問題が隠れてるんじゃないのかという原稿を東京新聞に書きました。これ40年原稿書いてるけど、この原稿を書いて掲載した時ぐらい怖い思いをしたことはありませんでした。それはネット上で今さ、被災地で広がっているようなデマがダーッと広がっていくのを私が見てたからです。で、怖いからね、新聞に原稿が掲載される、あ、ビビリなんです。新聞に掲載、原稿が掲載される日の早朝の那覇に行く飛行機エアチケットを取っておいて、何にも起こんないうちに那覇に行って1週間ばかり寝てるという作戦をで、帰ってきたら絶賛の嵐だった。だからこんなことだったのいればよかったじゃないですか。だからそしたらその後、ものすごくネット右翼と言われているような人たちから攻撃が来ました。で、その時は怖くなかったんです。腹が立つ方が先だった。あ、新聞買って読んでないでしょうと思って、二次情報、三次情報で人のこと叩いてるでしょうと思って、金を出せお前らはと思って怒っちゃったんで怖いの忘れたんですけど、まあ、そこから始まって、2月3月になって大勢の皆さんが声を上げてくださるっていうことが起こってきて、私はとっても安心しました。実は家に石を投げ込まれたことが2度あります。で、その投げ込まれたのも、うちの娘や息子が怖がるので新手のピンポンダッシュであるという解釈で逃げましたが、でも怖かったんです。でも大勢の人が声を上げてくださると、やっぱりいろんなことが言いやすくなります。で、それでその当時から、皆さんにお願いしてたことがあります。3年目になります。ですね、選挙を行ってもらいたかったんです。どうしてもそのヘイトスピーチを繰り返すような人たちの主張が日本の平均的な国民の、あるいは有権者の主張だと私には信じられなかったんです。皆さんの常識を私は信じておりました。だからより多くの人が選挙に行っていただければ、こんな状況は全く変わるんだというふうに考えておりました。終わりって言われてるから一つだけ宣伝させてください。6月の5日に銀座の教文館で、ヘイトスピーチとは何かという基本的なレクを含んだトークイベントを今計画しています。誰が計画してるんだって言われるとちょっと困っちゃうんです。ある一人の女性が、こんなこといつまでもやらしておくの、銀座のデモな、最近銀座のデモが多いんですけど、とんでもないから銀座のある中央区の区議会議員さんなんかを招待してレクチャー講座をやりたいと思い立って、
一人で走り回ってもうその講座ができそうなとこまで来てるんですね。であなた以外誰もいないのかって言ったら、考えたのは私ですって、ある日突然私の研究室に現れて、どうしたらいいですかって相談されて、うっかり相談に乗ったの最後偉い目に今ちょっと会ってるんですけど、あのもう少ししっかり計画ができましたらツイッターとかフェイスブックで皆様にもお知らせいたしますので、ご興味があればぜひお越しください。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。